手はもうボロボロのはずだ。とてもしっかりとボールを抑えていられる状態じゃないだろ。俺なら平気。おっちゃんが思ってるほど痛んじゃいないぜ。ビスケ見ろ、もう痛み以外の感覚すらあるまい。やれるさ、もう一球ぐらい大丈夫だよ。ゴン、俺やれるからな。無理だ。ゴン、お前からも言ってやれ。分かってたんだ。キルアの手のこと分かってた。セツゲラさん、悪いけど俺外野には行かない。弾はキルアが持ってくれないと。キルアじゃなきゃダメなんだ。ビスケでもヒソカでも多分俺思いっきり打てない。何も考えず弾に集中して全力をぶつけることができるのはキルアが弾を持っていてくれるからなんだ。さあ、分かったろ、おっちゃん。戻って休んでな。